パパクリッパペディオプは、セネガルカオラック出身のプロサッカー選手。スペインのユーディ・イビサ所属。ポジションはミッドフィールダー。セネガルで生まれ、幼少期にフランスに移住。スタトレンヌの下部組織で育成され、2006年8月5日のリール OSC 戦でプロデビューを果たした。その後、リーグ・ドゥノ・トゥール FC に移籍し、レギュラーを獲得した。 2008年1月31日、スペインのジムナスティック・タラゴナに移籍。2009年7月、ラシン・サンタンデールに150万ユーロで移籍。9月12日のアトレティコ・マドリード戦で、念願のプリメーラ・ディビシオン初出場を果たした。3月21日の CA オサスナ戦で、移籍後初ゴール。2011-12シーズン、チームはプリメーラ・ディビシオン20位に終わり。 降格が決定した。ラシン・サンタン・デールの降格決定からしばらくした後、レバンテ UD に10万ユーロで移籍。2014年5月4日、アトレティコ・マドリード戦で相手サポーターから差別的なチャントが送られた際、そのサポーターの前で踊ってみせた。6月5日、契約満了により、レバンテを退団。2015年8月31日、 RCD s スパニオールと3年契約を結んだ。ありがとうございます。